はその裏、ヒットとフォアボール2つで2アウト満塁と太陽先発の森田を攻めます。バッターは7番の角藤雄。角今シーズン初めてのタイムリーヒット。ヤクルト2対1と逆転します。太陽も5回、ヤクルト先発高津から2つのフォアボールを選んでワンアウト1塁2塁。バッターは今日2三振の4番シーツ。二塁から宮里が帰り、2対2の同点です。追いつかれたヤクルトは6回、ワンアウトでここまで2打席連続空振り三振の池山。7試合ぶりの4号ホームラン、ヤクルト3対2と再びリードします。チームの指揮を取ることが決まった太陽の江尻監督代行は試合前、巨人のコーチ陣に挨拶をしていました。1点を先取した太陽は4回、4番シーツが2打席連続のヒット。この後宮里が歩いてワンアウト満塁、巨人先発の牧原を攻めます。7番は今シーズンピッチャーから転向した4年目の石井。太陽は2対0とリードします。太陽の先発は5試合に登板してまだ勝ち星のない野村。6回までわずか3安打の巨人は7回、先頭の駒田がヒットで出て5番は2打席ノーヒットのモスビー。平均10メートルの強風に打球が流されます。気負いすぎたがキャッチャーのミスで助かったというモスビー。弾丸ライナーで5号ツーランホームラン、巨人は2対2の同点に追いつきました。追いつかれた太陽は8回、2アウトで3番おさないの当たりは平凡なファーストゴロ。原に代わってファーストを守る駒田がエラー。4番は牧原に10打数5安打のシーズ。カウント3ボールから打ちました。バックスクリーンの左へ130メートルは飛んだという勝ち越しの7号ツーランホームラン。太陽が4対2で勝ちました。巨人は5月に入って1勝6敗です。太陽戦2勝負けなしの宮本が中5日で先発しました。1回に2点をもらった宮本はその裏トップの高木、2番清水に連続、3番長内を歩かせてノーアウト満塁のピンチを招きます。ワンアウトの山崎に左対左でタイムリーヒットを許し、たちまち2対2の同点に追いつかれます。なお3塁1塁で1塁ランナー山崎が走ります。キャッチャー吉原の悪送球で3対2と太陽があっさりと逆転します。5対2とリードされた巨人は3回からルーキー小原沢、キャッチャーも変えます。しかし6番片山に2号ソロホームラン。小原沢は5回ワンアウト1塁で再び片山を迎えます。2打席連続のホームランがバックスクリーンの右へ。巨人は5回までで大量8点を奪われ試合が決まりました。不調の巨人は8試合リリーフに回っていた新加入のケアリーが初めて先発しました。1回に1点をもらったケアリーはその裏、高木堀江に連続フォアボールを与えて早くもピンチを作ります。3番は調子の出てきた幼い。ケアリーは2アンと追い込んで打たれ1対1と追いつかれます。この後ワンアウト3塁1塁で5番山崎、初球145キロのストレートを弾き返されタイムリーヒット2対1と逆転。レフトモスビーのエラーが重なって1塁から幼いまでも返してしまい、この後さらに1点を許して4対1とあっさりひっくり返されます。3回モスビーのスリーランホームランで5対4と1点差に追い上げた巨人は4回、2人目の石毛藤田のバッテリーが堀江に走られて太陽に3つ目の盗塁を許します。ワンアウト後2打席ノーヒットの4番シーツには2ボールから真ん中にスライダーを投げ込んでラインドライブのタイムリーツーベースヒットを打たれます。2対2点を許して7対4と点差が広がります。一方巨人は2回、ヒットの岡崎が牽制球に刺されるなどチャンスを潰します。
またモスビーの2打席連続ホームランで7対5と2点差に迫った6回にはワンアウト満塁と絶好のチャンスを迎えます。しかし太陽4人目の佐々木の前に元木の代打余剰、途中から出場の藤田がいずれもワンバウンドのフォークボールをスイングアウト。巨人は今夜も打線がつながりません。巨人して波に乗る太陽、初回広島先発笹岡のアーギゾピッチであっさり1点を先制します。そして3回には3番長内が広島への恩返しとばかり笹岡の低めストレートをライトスタンドに移籍第1号ソロホームラン、さらに4回にも1点を追加し笹岡から3点を奪います。しかし0勝4敗と今シーズンまだ勝ち星のない太陽先発田辺、3回に1点を許した後4回には下位打線の山田西山に連続ツーベースヒットを打たれまず1点、さらにピッチャーの笹岡、そしてトップの正田と4連打であっさり同点とされあえなくノックアウト。変わった大門も野村に犠牲フライを許し4対3と逆転されました。しかし粘る太陽は8回ヒット2本で掴んだ三塁一塁のチャンスに代打屋敷がうまくレフト前へタイムリーヒット、ついに同点に追いつきました。そして最終回の広島はヒットとキャッチャーのエラーなどで満塁と一打サヨナラの場面を迎えましたが、竹畑が代打原をフォークで三振、続く正田をセカンドゴロに打ち取り4対4のまま延長戦に突入し現在延長12回裏に入っています。まであと5勝の北別府、1週間ぶりのマウンドです。4回の太陽、ワンアウトから3番の長内、太陽この試合2本目のヒットです。ツーアウトとなって5番山崎、外角のシュートを左中間へ、一塁から長内が帰って太陽昨日に続いて先制します。その裏の広島、ワンアウトから今日5番に入った山田、太陽の先発はプロ入り2年目初先発の水尾、レフト線へツーベースヒット、6番は小早川、高めのスライダー見逃せばボール球でした。小早川の12試合ぶりの3号ホームランで広島あっさりと逆転します。1点を追う8回の太陽、ヒットの高木を送ってワンアウト2塁、ここで山本監督迷わず大野にスイッチします。大野は幼い屋敷を打ち取り1点差を守りきりました。結局広島が2対1で勝ち、北別府は原ダービートップの6勝、通算196勝目を挙げました。2対2の同点で迎えた2回、太陽はワンアウト2塁でトップに帰って高木、広島の先発は中3日の長富、風に流されセンター前田の前へポトリと落ちる幸運なヒットで三塁一塁、続く清水が倒れ2アウトとなって3番長内、低めの空振りうまく体を残して打てたという長内のタイムリーツーベースヒットで太陽3対2と勝ち越し、さらに8回には2点を追加5対2とします。太陽のマウンドはここまで6試合に先発してまだ勝ち星のない野村、初回3連打で2点を失うなど立ち上がりは不安定なピッチングでしたが中盤から立ち直り広島に追加点を許しません。野村は8回途中から佐々木のリリーフを仰いだもののようやく今シーズン初勝利を挙げました。10日ぶりの先発です。中日は初回2アウト3塁で4番落合、外角の甘い球、打ち損じのライトフライ、怪我で試合から遠ざかっていたレイノルズ、一瞬打球を見失いました。中日が1点を先制します。なおランナー2塁で宇野、フルカウントからうまい流し打ちを見せます。落合の帰って2点目、太陽に嫌なムードが広がります。さらに中日は3回、今シーズン初スタメンの3番ライアル、打球はセンター宮里の前で大きくバウンドが変わり幸運なツーベースヒット、この後ヒットとフォアボールで2アウト満塁となって中村、2アンと追い込まれながらもしぶといバッティングで2人を返します。中日は4回にも清水のホームランで5対0とリードを広げます。8
8回まで中日先発山本に抑えられていた太陽、9回畑山がフルスイング。4号ソロホームラン、ようやく1点を返します。しかし今日の山本はこの後も球を低めに集めて太陽打線を5安打に抑える絶妙のピッチング。2年ぶりの完封こそ逃したものの、今シーズン初めての完投で4勝目を挙げました。ボールで2アウト満塁のチャンス、バッターは小松。太陽はルーキー有働が3回目の先発、4つ目のフォアボール。中日がノーヒットで1点を先制しました。トップに帰って清水、9試合連続のヒットとなる2点タイムリー。中日はこの後も1点を加え4対0とリードしました。中日の小松は1週間ぶりの先発です。太陽は3回ヒットとこのエラーで2アウト2塁1塁とします。今日スタメンの堀江、太陽が1点を返しました。中日はその裏ヒットとフォアボールで今日2度目の満塁、バッターは前原。太陽2人目松本のスライダーをきれいに弾き返します。2人返って中日は6対1とリードを広げました。中日は7回から今月まだ2イニングしか投げていない与田が登板。登板直後は不安定で7回に1点を失いますが、最高150キロの速球で7三振を奪って太陽打線を抑えます。7回にも2点を加えた中日が8対2で勝ち、連勝を3としました。を先制されたヤクルトは2回、ワンアウトで池山、太陽先発岡本徹のスライダーを叩きます。調子が戻ったという池山の7号ホームランで1点を返します。続く6番の古田、岡本の初球ストレートを打ち上げます。運んでくれるように風に乗ったという古田の打球は今月1日以来12試合ぶりの10号同点ホームラン。ヤクルト4回には広沢の7号ホームランで3対2と逆転します。追う太陽は6回、3連続ヒットで同点に追いつき、さらにフォアボールを選んでノーアウト満塁と先発の西村を攻めます。バッター7番の進藤、フォアボールの後の初球を狙います。本人も入ると思わなかった打球はバックスクリーンの横へ、2号満塁ホームランで7対3と太陽が大きくリードします。